ベルギー製のバナナビールバナナビールは潰したバナナを発酵させてできるアルコール飲料である。アルコール含有量は約4.8%である。この種のビールはケニア、ウガンダとタンザニアで生産、消費されている。膨張剤にはモロコシ、雑穀やトウモロコシの粉が使用されている。バナナビールはケニアではウルワがウガンダでは ルビシ、ルワンダとブルンジでは、ウルワグワという名称で知られており、儀式や式典で飲まれている。ウガンダでは、バナナと膨張剤のみで作られるムーエンゲと呼ばれる、類似の飲料がある。バナナビールはカシクシ、ルワビトケ、ウルエデンシや、ウルワリムやミリンダカキと呼ばれることがあることも、わかっている。バナナビールは熟したバナナから作られる。バナナの熟成を促進するために地面に穴を掘り、 乾燥したバナナの葉を詰めてから火をつける。その上に新鮮なバナナの葉を敷き詰めて、その上に熟成していないバナナを乗せる。それからさらに新鮮なバナナの葉と枝で覆う。4日から6日でバナナは十分に熟成する。この方法は寒気でのみしか適用できないが、雨季の期間にはバナナを調理の火の傍らに置いて熟成させる。バナナビールに使われるバナナには、 えぐみのあるイギカシシとまろやかな味のイギサヒラダネの2種類がある。バナナビールはイギカシ種を1、3とイギサヒラダネを2、3混ぜて作る。一旦バナナを熟成させ皮を剥く。もし手で皮が剥けなければそのバナナは十分に熟成していない。皮を剥いた後柔らかくなるまでバナナをこねる。果汁を澄んだ果汁になるようにこし水で薄める。 もろこしをひき、軽くいった後で果汁に加える。発酵するようにこの混合液を24時間置いてから、こす。ろ過された後でビールは、ガラス製か、プラスチック製の瓶に詰められる。商用に生産されるビールは、発酵を止め、賞味期限を伸ばすために瓶詰めされる前にまず、低温殺菌される。商業販売されているブランド。ありがとうございます。